4月になったので気分も新たに初心に帰るとするかの。急にどうしたのですか博士。研究も初心に戻るということじゃよ。星野君が最初にここで研究したものは何じゃったかな。星野君、ワンタイムフロンティアだよ。そうだったかな。あの時は博士に不思議な面接をされてしまって、その印象が強くて。不思議な面接？はい、 AKB の推しメンを聞かれまして。面接のことは置いておいて、これがその時の指令内容じゃ。はい、エンジンオイルの添加剤について研究せよ。博士、思い出してきましたよ。じゃあ星野君、初心に戻って研究しよう。はい、わかりました。ではセニョール君、頼むぞ。いや、僕は当時の研究に参加してなかったので。仕方ないの。このワンタイムフロンティアは 0.2 ミクロンのフッ素樹脂でエンジン内をコーティングしてくれるのじゃよ。 0.2 ミクロン、なんか想像できないですね。では比較として身近な髪の毛で説明しよう。日本人の髪の毛の平均はおよそ80ミクロンなんじゃよ。ワンタイムフロンティアのフッ素樹脂って髪の毛の400分の1じゃないですか。小さすぎてますます想像できないです。その小ささがエンジンの中で役立つのじゃよ。一体どんな風に役立つんですか。実はエンジン内の金属表面はミクロの単位まで拡大してみるとギザギザになっておるのじゃよ。そうか、そのギザギザにフッ素樹脂が入り込んで金属表面を滑らかにしてくれるわけですね。金属表面が滑らかになるとエンジンオイルの働きが高められますよね。その通りじゃ。その結果エンジンの効率が良くなり、エンジンのパワーアップや。博士、僕に寄せてください、では星野君、行ってみなさい。はい、あとはノイズの低減、燃費の向上、排気ガスがクリーンに、以上の効果が期待できます。星野君すごいね。さすが僕が見込んだだけあるな。セニョール君も負けないようにの。もちろんです。本当に大丈夫かの。では締めの言葉は星野君へお願いするかの。はい、エンジンオイルの添加剤はワンタイムフロンティアで決まりです。